ちょっとさ、うん、何千回も同じこと言ってて、うん、また同じこと言ってるじゃんって見てる全員が思う動画撮りたいんだけど、いいっすよ。 YouTube にいっぱいゴルフの動画あるじゃん、うん、レッスンの動画、うん、どれ見ててもなんかよく分かんなくて、うん、ありすぎてラッチ開かないから、うん、何を、うん、意識して、うん、それが答えだみたいな動画を撮ってほしいなと思って、うん、やってくれますか。いいっすよ。平井博明のワンラップゴルフ。もうラッチ開かないですよ。クラブだって。何？クラブだって。クラブ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 の動きがどこのポジションの時にどの角度でどの向きかっていうのが分かんなかったら、もうすべてラッチ開かなくなるの動画って。ラッチ開かない。そう。で、なんでそれが分かんなきゃダメかって言ったら、それが分かんなかったら自分の打ちたい球が分かんないんだから。飛ばないとか言ってるでしょ、うん、飛ばないとか言ってんだけど、うん、ボールから遠かったら、うん、こうやって強く叩けるじゃん、うんうん、でもさ、ボールにこうやって近かったら強く叩けないじゃん。本当だ、ちっちゃくなっちゃう。ちっちゃくなっちゃうでしょ、うん、遠心力もさ、こうやって短かったら遠心力ってかかんないでしょ、うん、それをこう大きくしてさ、大きくしたらさ、うん、強い圧がかかるじゃない、うんうん、だからスイングって大きくなるわけ。それで、まあ、こうやってこうやって後ろに回してボールから遠ざけてこうやってくるんだけど、こうやってやってこうやって戻る確率ってめちゃくちゃ少ない。そういう失敗談が多いっていう。だからそれって自分がそのナイスショットを打つためにはインパクトで、自分はこういう向きでこういう角度でこういう形になってないといけないっていうのを分かってないわけ。そこを目指してないんだから、なんかインパクトで例えば球を低く打ちたいんだったらこういうインパクトをしなきゃいけない、うん、高く打ちたいんだったらこういうインパクトしなきゃいけないとかいろいろあるじゃない、うんうん、その最終目的地でどういう形をしてるかが分かってないから、そういう動きをして打ってミスを打つわけ、はい、だってこういう動きをしたってインパクトはこうやってなんなきゃいけない人はこういう形をして内緒だって出るわけよ。だから俺がふざけたこんなやってるやつ、水拳ショット、ヌンチャク、ね、ヌンチャクと水拳なんかさ、内緒って出るわけ、うん、で結局あれだから。そうだよね、そっか。それがだからここのインパクトで当たるところが分かってなかったら何入れたってどんな綺麗なスイングしたって当たんないから。だからスイングなんてどんな YouTube 見ようがあんまり変化がないわけよ。何やろうが上手くなんないわけよ。ここを分かってないんだから。そっか、そこが分かればいいだけだ。そう、変な話、俺毎回よく車に例えたりするんだけど、うん、完璧なもう何百万のホイール入れて何百万のエアロつけて、うん、ドレスアップして、うん、もう超高級車を買って、うん、アクセル踏まないんだから進まないわけじゃない。そんなもんだ俺からしてみたら。飾り物じゃただ、うん、そういうのがそのゴルフのスイングで、うん、結局ボールが当たるときにクラブがどうあるべきかっていうものがその人によって違うんだから、うん、そうだから自分でそれは打ってこの感覚をつかむ。もちろんそこで止まらないからどうなってるかっていうのは動画撮ったり写真撮んないと分かんないじゃない、うんうんうん、だから別にそんなのいいんだけど、うん、感覚的にこの感覚になってないと俺はまっすぐ行かない、うん、私はまっすぐ行かないっていうのが最終的にこのインパクトのところで分かってればその形に戻るけど途中はこうした方が余計にその形に戻りやすいよねってんだってやってくださいよ。もっと言えば戻りにくくても戻るならやっていいんだ。やっていいです。そういうことだよね。そういうことです。それが一番自分が得ようとしてるコントロールなんか飛距離を生むんだったらやっていいですよ。そういうことだね。何にも生まれるのやったらただの手間だから。そうだね。そうですよ。それはそう、それはそう、うん、それはそうですよ。そうだ、それそうだね。ね、ただの手間だね。手間ですよ、そんな。やんない方がいいんだから、ね、遠回りだね。遠回りですよ。でも遠回りしたいんだったらやった方がいいんだよ。それで戻るんだったらね、うん、でも遠回りして戻ってこない場合は交通費かかっちゃうから。本当だ、ガソリン代だけ。ガソリン代もダメだから。本当だ、ダメだ。ダメでしょ。ダメ。そうだったら一番最短ルートのプレーンで簡単にポンって戻した方が楽だと俺は思う。そうだね、うん、そうだ、うん、直しやすいし分かりやすいし。そうだね。それが答えですか。俺はそう思います。俺もそう思います。あのね、俺ね、うん、ゴルフやってない人が同意見だったら多分それしかないんだと思う。あ、そっか、やってない人だから。そう、だってやってる人とやってない人が同じゴールに向かってんだったらそれしかないと思う、うん、でもあれじゃない、視聴者さんはさ、 あいつやってねえから分かってないんだよって思ってるかもしれないね。
逆だな。逆だろ。あ、やってないからシンプルな答えが出るわけ。あ、そうだね。やってないんだから、ね、全力で登録守りますよだってそうなんだろ。どう考えたって。でも例えばね、うん、じゃあプロがやってんじゃねえか、うん、そりゃプロだし、うん、プロだし、うん、そのプロの筋肉とかそのヘッドスピードじゃこうしなきゃ内緒食べてないからやってるだけで、同じ条件だったらブーズそういうことか、うん、ヘッドスピード40の人とヘッドスピード50以上の人が、うん、悩みが一緒のわけがない、やること一緒のわけがない、うんうんうん、絶対違うから。同じっていう人がいたらもう答えだなそれ違うってことだねでもプロはプロで目的があってそれやってるわけだもんね。そうそう、自分が納得いく球を打つためにそれが必要だった人がやるんだよね。うんうん、うん、おすすめコーナーじゃないんだよねなるほどねそれ面白いな。そうだ、そう、あ、特売みたいなおすすめコーナーとかそういうものではない。あ、ポッと見つけて、あ、この理論おすすめじゃないじゃない違うむしろ進めない方がいいな本当にこれあなたにしか言わないから絶対言っちゃダメだよぐらいのことを言われたと思った方がいいから。あ、それぐらいのことだね。何かを入れるというのは覚悟が必要です。本当にシンプルなスイングを目指していって、うん、限界を感じた時に考えることであって、うん、最初から入れるもの考えるものではない。一番こうダメな例を言うとさ目的は分かんないんだけど、うん、小屈っていうのがあるみたいだからやってみようかなはどうだ。どこのおすすめコーナーって言ったの一番ダメ、一番ダメ、最も入れていただきたくない考え方そうだよね。目的は分からないけどどうやら小屈というものが怪しいぜそれ一番ダメだよ。一番ダメ、一番ダメ、一番ダメ。本当に良くないね。良くないよね。まあ、それは何にしても全部入れるものに対してその入りはダメだね。ダメだよね。良くないね。一番怖いよね。そういう入り方はぜひしないでいただきたいです本当に自分が必要だなと思ったものでそれが何で必要なのかっていうのがはっきり自分で答えられたら絶対入れた方がいいですけど、いや分かんないけど周りみんなやってるからっていうのは良くないですよね、うん、でこれもなんだ、目的は分からないけど、うん、なんとかアップゴルフで右手だっていうので、うん、とりあえずやってみます、うん、もう良くないってこと。もうそれもいいのよいいの分からないの。あのねそれは基本だから基本だからって分かってたらでしょ。それそう分かってなくてさ、ああ良くないかもね、うん、あんまりだからなんとかアップゴルフも、うん、まあ、いいとは言わないんだよただちょっとスパイス的な感じで位置してるから、うんうんうん、こちらはさいやいやいや、ど真ん中行ってるつもりなんだけど、うん、答えのところに。そうですよね。今日も何本か動画撮ってるんですけど、あのね、今日いい今日はいいってなんだよ今日はいいってなんかちょっと乗ってますよ。いや、そう、うん、まあ、いつも乗ってるんですけど、こちら2人は。ただあれだよ、こんなに本質な答えの動画撮ってるの一球も打ってないからここに書いただけだからこうやってこう置いただけだから、そうそうそう、書き込んだだけだから、そう、打っても意味ないんですよ本当に、うん、意味ないというか、なんかね、あ、打つまでもないんですよね本当に。なんかショットを説明してる場合じゃないんですよ。プロだから打てるでしょになっちゃうから。それもそうだし、うん、どうやって何も伝わんないんだろうと思った。ちゃんともっと俺が言葉だったり伝え方を勉強してやらないとうまく伝わんねえなと。なかなかね、うん、なかなか伝わりづらいね。そう、間違いなく言えることはもう第一優先クラブです。クラブの動きをまず意識をしていただいて、自分の体の周りがどう動いてるか。だってバックスイングここで止めてくださいって言ってここまで来るんだよ、うんうん、それはほとんどの人そうなの。だからそこで分かってない、ね、自分がどう動いてる、うん、でもそれでいいんです。これから分かろうとしてこの動画を見ていただいて、実際の動きと意識とこうギャップが生まれてるんで、それを一致させる練習を今度まず最初から始めること。例えば本当に9時3時例えばクラブが9時3時なのか腕が9時3時なのか、それを決めていただいて、じゃあ腕を9時3時にしたら、まあ、こうやってあげてこうやって動く、それだけでも
こっからここにちゃんと動けてるかっていうチェックをしなきゃいけないんですよ。それが距離感につながる。例えば目の前に打つのにこっからここって打とうとしてんのに実際打つときはこんだけ上げちゃったら飛んじゃいますよね。したらあ動きが分かってればあそこはこっからここまでなのにこっからここまで上げちゃったから飛んだって答えがはっきり分かるんですけど、それが分かんなかったらなんで飛んじゃったんだってなるんですよ。そしたら動き直すの好きでしょ。だからボロボロになっちゃうの。例えば飛んじゃったショートした時でもナイスショットシンクっていいアプローチをしてるんだったら動きは悪くないんですよ。そこをちゃんと分かんないといけないんですよね。例えばトップしたダブったでオーバーしたショートしたってなったら、ね、打ち方が良くないのかもしれないんですけど、いい当たりをしてオーバーしたショートしたってなったら単純にインパクトが強かったのかスイングが大きかったのかってなってくるんですよ。だそういうものが分かってきた方がいいですよってことです。なのでいろんな動画が YouTube でありますよね。あるんですけど、例えば1000本あって1本当てはまればいいって感じですよ。だって特定の人に言ってないからドハマりしたってラッキー。それぐらいの感覚で見ていただければと思います。うちは真剣よ。本当に。まあ YouTube の動画スイングはこうですよ、大事なとこどこですかって言われたんでクラブですよというのをバンナップゴルフで初めて撮ってきました。クラブが大事ですよってことを、うん、これ本当こんな大事なことだから1回しか言わないですよ。何回もそれしか言わないんで。本当だよ、ね、同じ動画になっちゃったよね。本当だよね。大事なのはクラブ。本当にクラブがもうどこにあるか絶対分かってるっていうんだったら体の方が大事ですよって言って全然いいですよ。でもクラブがどこにあるか分かんないのに体の動き意識したらそれこそクラブぶっ飛んでっちゃうからどこにいるか分かんなくなっちゃうんで、まずはクラブの動きと向き、角度を意識して練習していってください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。